終わりになります。次回の天皇杯決勝は2016年1月1日元日東京秋葉原スタジアムで開催されます。再びガルスの舞台に戻ってまいります。天皇杯決勝、伝統のガルス決戦をぜひお楽しみください。以上をもちまして第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会全ての日程を終了いたします。お帰りの際は大変混雑をいたします。お客様のお忘れませんように十分にお気をつけてお帰りください。